はい。OK です。えー、新型の GPS ボットの話題です、えー。1週間ちょっと前に、えー、1週間ぐらいしたらまたあ、1週間ちょっと前にね、開封動画をお届けしたんですけど、開封動画の最後に、まあ1週間ぐらい使ってまたリポートしますって言っちゃったんで、えー、1週間経ったんで、えー、リポートします。 えー、今日ね、今撮影しているのは日曜日です。で、先週の土曜日から使い始めたんで、1週間と1日使ったってことかな。で、うちにはね、旧型、箱あったんで、<laughs> 旧型の GPS ボットも稼働してます。これ新型です。で、えー、旧型の方は、バッテリーが、えー、3日ぐらいしか持たないので、えー、ダイソーで買った 3000mAh ということになってる。<laughs> 実際にはそんなの入ってない、ね。 500円、500円プラス税かな。で買えるモバイルバッテリーとこうやって繋いだ状態で、えー、使ってます。まあこうするとまあ1週間以上バッテリー持つんで、えー、まあ子供ね、1週間に1回充電しろぐらいだったらいいんですけどね、3日に1回充電しろってのはちょっときついんで、ね、ソフトバンクの今度発売になったんだかなるんだかって、あれね、3日しか持たないって。ああ、ちょっとね、使いにくいよね。で、えー、これ、えー、これはスペック上、 一週間から二週間持つというスペックになってますで、実際どうだったのかっていうのを見てみましょう。で、えー、アプリの方は、こんな感じです、えー。地図出てると思います。出てるんですけど、まあ、ぼかしを入れます。まあ、私的にはね、個人的にはまあいいやと思ってるんだけど、ね、地図とか電話番号とか出るとね、心配していただける方が多くてね、いや、ちょっと個人情報大丈夫ですかって言っていただける方が多いんで、 えー、以上、まあ、隠します。で、前回、これ、登録するときに、最後に、ここに、発送中ですって出てて、あれ、登録できないなんて言ってたんだけど、あれ、関係なくて、ここの、発送中ですになってても、この、スマホとボットをつなぐっていうメニューに入って、えー、この、型番、この、この後ろに書いてある型番を入れれば、えー、登録できました。で、私の、おスマホと、それから、うちの奥さんのお、スマホの方に、スマホの方に登録しました。で、 まあ、親、親というか、そのメインのマシンに登録した後に、え、同じ動作で、え、サブのうちの奥さんのスマホの方の方に登録すると、まあ、最初に登録した方に、え、連絡が入って、認証しますかみたいになって、認証すると、まあ、私のスマホでも、うちの奥さんのスマホでも、位置情報がわかるようになります。で、え、通知に対応してるんで、まあ、こういう、スマートウォッチなんかにね、 えー、誰それが、学校出ました、家に着きましたとかっていう情報がここにも来るんでね、とても便利ですよ。で、まあ、あさっきから言ってる電池の問題です。で、えー、ここ、こ,こ下が、えー、新型の方です。全く減ってません。で、まあ、もね、あのー、 えー、ここのとこね、あのー、コロナ騒ぎで、えー、学校休みなんで、えー、毎日毎日学校に、ね、通ってる時よりは当然バッテリーの消費は少ないわけですよね。あの、2日に1回ぐらい、2日に1回だか3日に1回だか塾にね、行ったりしてる程度かなあとチラッと買い物に出るとか、その程度しか出かけてないんで、えー、それを考えてもね、えー、8日間で全然バッテリー減ってない。で、上はうちの子供の、 えー、下の子のやつで、えー、旧型です。旧型はここに、えー、稲妻ママークみたいなのが出てるのは、これあの充電中ですっていう印です。で、これ、今これは、あこ,のこのダイソーモバイルバッテリーからここへ充電している状態で、えー、稼働してますよって、えー、いうお知らせになってます。はい。で、えー、まあ、ついでなんで、まあ、これ、このソフトについては、 えー、旧型使ってた頃とあんまり変わってないんで、かなり前にね、この旧型を解説したときに、このアプリがどういう感じなのかっていうのも説明してるんですが、とても便利です。えー、例えば、こう、ポチっててって、でまあ移動履歴ね、えーえー、っと、じゃ2日ぐらい前かな、金曜日。 OK ってやると、まあこんな感じで、これ塾に行った時かな。塾に行った経路が、この辺塾行っただけなんでね、こう、分かるという機能になってます。ですから、リアルタイムが分かるわけじゃなくて、えー、ちょっと前、1分、まあでも、頻繁に位置情報を送る設定になってるんで、えー、1分、2分前の位置がパッと見すぐ分かるっていうのに。 使えるにとても便利です。まあだから、えー、この手のね、GPS 端末って、あのー、私ね、ドローンにも使ってるんですよ。あと、あの、犬い生きてた頃、犬につけたりとかね。ドローン、ドローン、まあ私のは、あの、最新のちっちゃいやつじゃなくて、まあファントム系なんでちょっと大きいんですけど、フライアウェイってね、あの、飛び去り <laughs> が怖いんでね、あんまりね、あの、ラジコンとかね、機械信用しない。まあ NEC もね、こういうのつけときはね、未だにね、NEC、 えー、ドローン行方不明でまだ見つかってないようですけど。ま、だんだん、また例によって、おっさんの余談が過ぎて、過ぎ、<laughs> というか <laughs>。えー、以上。あのー、全然不満ないです。一週間、使っ、一週間ちょっとかな、使ってみて、バッテリーも落ちますしね。まあ、一応一週間に一回充電しろという子供には指導して使っていくつもりですけど。えー、以上、GPS ボット、新型のおリポートその2でした。明らけでした。